はい、おはようございます。週の始まり月曜日でございます。どんどん行くな。はい、今日の朝の空はこんな感じでございます。雲がちょいちょい出てますが、青空が少し見えてるのがいいね。はい、そんなわけで今日も一日頑張っていきましょう。はい、ということで散歩から帰ってきましたんで、今日も朝編集やっていきましょう。まずは Vlog からね。はい、そんなわけで Vlog の編集終わりました。それでちょっとここ最近思ってることがありまして、私ずっとね、メインチャンネル編集して Vlog 編集っていう風にやってたんだけど、まあ、公開時間を変えたことによって先に Vlog 編集してメインチャンネルっていう風な流れになったんですね。ちょっと話がぶっ飛ぶんだけど、僕会社勤めしてる時はこういっぱい仕事がある中でね、重い仕事と軽い仕事ってこうあるわけじゃないですか。で、軽い仕事が例えば5あったとしますよね。で、重い仕事1つだけあるっていう時に皆さんはどっちからやりますか？私はね、先に軽い仕事をやるタイプなんですよ。それで、まあ、その、6ある仕事のうち軽い仕事5を先にパッと終わらして、重い仕事に集中するっていうタイプの人間だったので、今回その Vlog を先にやるっていう編集スタイルに変わって、少しね、気持ちが楽になったんだよね。先にこのメインチャンネルの編集ってすごく重いんですよ、実は。すごく時間がかかるんで、先にそっちをやった後に Vlog やると、結構もうね、その Vlog やる時の体力が残ってない感じになっちゃうから、先に軽い Vlog の編集やった後に重いメインチャンネルの編集をやると、このメインチャンネルの編集にこう集中できるっていうか、全集中できるんで。だから、このやり方はいいなと思ってます。皆さんどっちですか？まあ、仕事だけじゃなくてね、宿題とかでも、軽めの宿題、そして重い宿題、複数出てたら、軽めを先にやりますか？それとも重めを先にやりますか？これ多分人によって全然違うと思うんだけど、ぜひ皆さんの意見、お聞かせくださいませ。はい、マティ君、リンゴどうぞ。はい。今日の昼ご飯は塩ラーメンです。いただきます。うん。うん、おいしい。おいしい。さすがですね。はい、ごちそうさまでした。スープまで飲み干してしまった。はい、ということでお昼ご飯も食べ終わりましたんで、午後編集頑張っちゃおう。はい、ということでメインチャンネルの編集終わりまして、現在書き出し中です。で、時間が4時23分なんで程よいかな。これからマーティ君の散歩行くんだけど、今日はね、エイシン君のギター教室ですんで、5時過ぎたら出発だね。エイシン君お帰り。ただいま。今日はギター教室だね。うん。宿題ですか今から。うん。宿題ですか、レレレのレ。はい、夕方散歩中でございます。マーティ、マーティ、水の音でビビったか。はい、間もなく5時ってとこだけど、ちょっと今日はひんやりしてますね。ということで、しんくんのギター教室に向けて出発でございます。真っ暗、真っ暗だこれは。はい、今日もギター教室頑張っておいで。はい、はい、行きましょう。はい、ギター教室お疲れ様。はい、そういえばさ、この靴買って1週間経つけど、履き心地どうなの？大丈夫です。バッチリ？うん。あ、よかったね。はい、今日の夕ご飯は秋鮭のムニエルと豚汁です。すでに七味唐辛子たっぷり入れました。たっぷりでもないか、かけました。いただきます。うん、美味しいね。今日お疲れのようですね。うん、早く寝てください。いや、何もないけどね、ごめんね。いなくなった。うん、うん、美味しい。うん、美味しい。ムニエル。うん、うん、はい、ということで今しがたですね、お父チャンネルの配信終わったところでございます。今日はですね、 PUBG やったんだけど、ソロでドンカツ取れたんですけど、その後がなぜかすごい強い人たちばっかりで難しかったです。
いやでも面白いね。FPS ゲームって面白いですよね。フォートナイトをはじめ、Apex Legends も面白いし、PUBG も改めて面白いなって最近やって思いました。はい。ということで今日の Vlog 良かったなとか楽しかったと思った方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日更新できましたら明日お会いしましょう。バイバイ。